た2022年第1戦中部大会です。降水確率 80%、朝9時ぐらい過ぎたらですね 40% と、かなり確率下がってきますので、雨も止んでくるんではないかと思います。気温は最低気温8度、お昼過ぎて15度ぐらいまで上がる予想ですので、朝のうちはちょっと寒いかもしれませんが、皆さん体調に気をつけていただけたらと思います。この後7時30分、最初のスタートとなります。29分に、最初の選手の紹介させていただきます。本日国際 A 級スーパークラス、19名、国際 A 級クラスが32名、国際 B 級クラスが72名、レディースクラス12名と、なっております。本部、向こう側ですね、横には子どもたちが遊べるエリア、風船釣り、どんぐり工作、自転車トライアル、シャボン玉、ブレスレット作り、バルーンアート、そんなものも用意されております。あと電動バイクの体験もできるようになっていますので、小さいお子様いらっしゃる方はぜひ遊びに来てみてください。ゼッケン48番牛山真一選手、ゼッケン85番岩間龍介選手、どうぞステージの上に上がってください。さあ牛山選手、もう少し前に出ていただけると、はい、ファンの方、写真撮られる方ぜひ撮ってください。牛山選手は元 IA クラスですね。昨年度は2021年、関東選手権の NA チャンピオンというふうになっております。岩間選手もこれが、全日本デビュー戦ですね。頑張っていただきたいです。さあ去年はグラチャン7位で上がってきています。さあそれではスタート、10秒前9 8 7 6 5秒前4 3 2 1、今スタートです。さあ続いてゼッケン47番浅野公信選手、愛知県から豊川トライアルクラブ。ゼッケン84番比江田博明選手、愛知県からバンブーライダーズ&チーム愛徳魂。さあ雨も6番福島博之選手、大阪府からスコルパウィズトライコムズ。ゼッケン83番宮崎渡選手、石川県からチームワイズ。福島選手コメントをいただいております。頑張りますと、今年はねもう近畿選手権走って10位ということでね、いい感じでいくんじゃないでしょうか。さあそしてこちら宮崎選手は、元 IAS、 一部ではなんでここ走ってるんだなんていうね、そんな声も聞かれますが、IB 走るのは、高校生以来ということでね、こんな情報も、聞いております。精一杯楽しみますと、コメントをいただいております。さあ皆さん、宮崎選手も注目の選手です。応援してください。さあ10秒前です。5秒前4 3 2 1、今スタートです。続いてゼッケン45番宮島清継選手、静岡県からクラブ MWM。 ゼッケン82番荒尾和人選手、山形県から HRC クラブ庄内。コメントの方をいただいております。楽しく気持ちよく走りたいですと。今日は雨、雨の場合はどうなんですか。へこんでます。走る前からへこんでますよ皆さん、この笑顔覚えておいてくださいね。終わった後どんな笑顔なのか楽しみにしております。さあ、ここはお一方の紹介となります。さあ雨の中、お客様も大変かと思いますが、
皆さん体調だけは気をつけてね、今日一日楽しんで帰っていただければと思います。さあスタート10秒前になりました。5秒前4 3 2 1、今スタートです。続いてゼッケン43番、奥田金也選手、三重県からチーム三谷ウィズガスガス。ゼッケン80番、奥村義弘選手、大阪府からですね。青山宏選手、滋賀県からスコルパーウィズトライコムズ。さあ川井選手からのコメントです。自分の納得できる走りを目指します。大切ですね。青山選手はポイントを目指して頑張ります。しっかりとポイントをゲット、ポイント、そうですね、去年最後は22位という選手。山口県からチーム周南、ゼッケン68番、影山浩二選手、静岡県からです。さあ西選手コメントですね。ポイントをゲット目指して頑張ります。影山選手、何年ぶりかの大会なので楽しみたいと。さあ今日はね、多くの、ライダーが楽しみたいというコメントをいただいておりますが、言った俺が間違いだったみたいな顔の方もね、何かいらっしゃいますが、ぜひ楽しんでね、走っていただきたいと思います。はい、西君頑張って。さあ西選手はですね、去年最終戦が、全日本35位ということで、ポイントゲットまで一気にランクアップ、頑張って走っていただきたいと思います。スタート10秒前です。スタート5秒前4 3 2 1、今スタートです。さあ続いてゼッケン29番、谷中真一選手、茨城県からクラブ MWM。 ゼッケン67番、伊藤俊選手、三重県からトライアルチームレオ。さあここはお一方の紹介となります。ポイントが取れるよう願って走りますね、つまり他力本願ということでしょうか。自分の走り自分で、頑張ってね、走っていただけたらなと思います。まあそれでもですね、今年になって中部選手権で8位と、いい感じでの走りが、できているんじゃないでしょうか。さあ桜咲く中、雨がどんどん降って、大変な一日にはなりそうですが、そんな中笑って過ごせるようにね、選手の皆さん楽しんで走っていただきたいと思います。
スタート10秒前切りました。5秒前4、3、2、1、今スタートです。さあ続いてゼッケン2番秋山真央選手埼玉県から、そしてゼッケン49番黒山太郎選手兵庫県ビクトリー。さあ秋山選手、私の方にはねちょっとコメント載っていないんですが、なんと紹介するときに、ヤングルーキーと一緒というね、それもまた一つ思い出なんじゃないかと思います。そしてもう誰もが知ってる、黒山太郎選手、去年ですね IB、グラチャンで5位ということで NB から IB に一気に、IS 飛ばして上がってきました。小学校5年生、今大会最年少出場です。皆さん拍手です。さあ10秒前を切りました。頑張って走っていただきましょう。スタート5秒前4、3、2、1、今スタートです。さあ国際 B 級クラス最後です。ゼッケン1番清水康文選手岡山県からニューヨークステーキ&加古川トライアルクラブ、平常心でトライできるように頑張りますと。ゼッケン1番ですよ皆さん、もうどんな走りを見せてくれるか注目の選手。なんとですね昨年度2021年は中国選手権で IB チャンピオンになっております。しかしですね全日本で上がってやるんだというそんな強い意志が見れます。この全日本で IB をしっかり戦っていくことでしょう。さあアシスタントはお父さんでしょうか、ついていただいております。お父さんも頑張れ。さあスタート10秒前、5秒前、4、3、2、1、今スタートです。さあこの後は、8時9分スタートの、
ゆっくり。足ついた方が5点にならんで、
ナイス
うん。